Thank you.
しないといけないので、枕をこう首に当ててですね、頭を低くする、そういう状態をもう15分ぐらい続けないといけないんです。本当に子どもさんきついと思います。でもそれをやらなきゃいけないというのは本当にかわいそうです。冒険家として本当とんでもないです。それでですね、福島市会の福島駅のマスク、それから福島市から。ありがとうございます。
がとうございます。はい、続きまして、はい、お願いいたします。お待たせしました。皆さんこんばんは。 3.11 時刻から4年経ちました。しかし福島原発事故の収束にはまだ程遠いものがあります。汚染水の流出は続いていますし、東電の情報隠しと相まって県民や漁民、国民の間に不信感は広がっています。そしてさらに福島第一原発は350万平米という広大な敷地を持っていますが、その敷地内に放射性物質で汚染された廃棄